ワンダーテーブルーワンダーって言ってな、もう一回もう一回ホランダーってホランダーテーブルーうるせえよ、じゃあ煽りのなんか言えよ、もう一回もう一回もう一回じゃあ、誰が言う？いやもう5回ちょっと今日2回いたもんで、もうホランダーアレルギーで、じゃあゲストやぞ、俺行ったことないやん、でも我ゲストぞ行ったことないでも一回も言わずに、いいんすか？あ、いいよ、ホランダーオールドジェネレーションどうも、コランダ TV の、何だっけ TRK と長田とおちまと TKB とかませんです今回は何ですか？今回はですね、まあ、今年もあと1週間くらいで終わるんですよ。そう、思ってますね。今年どんな1年でした？まあ、これはなんか まあ、そんな感じです。ってことはやっぱり今年最後ってことで残ってる運気を全部使い果たして、でまた来年のために今年の運気をリセットして来年に新しい運気を迎え入れるための準備として、なるほど、何をするんですか？運気を全部使い果たす方法として、このチョコエッグ。なんでそれ急に声出されてびっくりしたよ。チョコエッグ違うよ、ね、全18種類プラスシークレット。なるほど。このチョコエッグから一体どんな商品、何のキャラクターが、これはディズニーのキャラクターなんですけど、何のキャラクターが出るかを当てればいい、当てるということです。なるほど。そして運気を全て放出させましょう。なるほど。当たらなかったら当たらなかったら来年も今年の運気を引きずったまま迎えるということ。なるほど。じゃあ見事に当てた人は運のあるコランダ人、運コランダ人にできました。運コランダ人。なるほど。新春コランダに影響もあるということですね。これはということで選んでいきたいと思います。レッツコランダ。はい、ということで、まあ、決まったということなので一人ずつ発表していきましょうか。はいはい、スカスカマレフィセントの悪役ですね。はい、マレフィセント、マレフィセント、マレフィセント。あ、俺ですか？あ、僕はですねランドールです。ランドールというのはモンスターズインクに出てくるあの敵のトカゲの隠れるやつですね。お、はい、どうしたんで、はい、説明の枝豆三兄弟。あ、枝豆三兄弟、枝豆三兄弟、お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 豆三兄弟はちょっと僕わからないんですけど、青山さん、あれなんていう、そういう人じゃないかな、知らん、違ったら違った、はい、で、このカマセイヌはシークレットを選んだようです。はい、はい、じゃあ早速中身を開けて確認していきたいと思います。はい、はい、誰が開けますか？一番食べたい人を開けますか？はい、開いた。うおー、え、ここで目をついてるの？うん、お前クローズでここで目をついてるの？結構自分自身ですよ。おっと待ってくれよ、中身。おー、そういう感じ。久しぶりに開けた。あ、めっちゃ気になる。バカーン。お、マジか。あ、へえ。答え、永田さんお願いします。おーおーおおおおおはい、正解は蒸気船メリー。いいわ、蒸気船フェリー。蒸気船ウィニー、蒸気船ウィニー、蒸気船ウィニーのミニでした。はい、ということは、はい、該当者なしなしという、来年のコランダは雲行きが怪しいですね。